デミトリー・シャクタは、ベラルーシュの男性キックボクサー。ミンスク出身。マスターズジム所属。元一小タイム 77kg マックス世界王者。長いリーチを活かし、対戦相手を入らせない、リスクの少ない戦い方をする。2020年11月16日、ラトビアの外務省は、平和的な抗議者、ラマン・バンダレンガの殺害に関与したとされるシャクタに、対して、 不特定の期間旅行禁止を課した多くのスポーツ選手は、バンダレンカを攻撃した仮面の人物の写真やビデオで、彼を以前に特定しました。シャクトは疑惑についてコメントしなかった。2003年9月27日、スパーリーグジャーマニー2003にて、スーパーリーグデビュー、ジョーホワイトに判定勝ち。2006年9月23日、 イッツショータイムの 75kg トーナメントに出場。1回戦でオンドレハートニックに判定負け。2007年6月2日、ジェントルマンファイトナイト4にてタイロンスポーンに判定負け。2008年9月5日、イッツショータイム 77kg マックス世界王座決定戦でサムブランと対戦し、判定勝ちを収め王座を獲得した。 2010年3月13日、3度目の防衛戦で、コスモアレキサンドラと対戦し、TKO 負けで王座から陥落した。ありがとうございます。